よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。金山先生とは本当に長くいろいろご指導いただいたんですが、一日も早く国政に復帰していただきたいと思っております。ありがとうございます。そういう中でロシアがウクライナに侵攻しました。これはかなり日本の安全保障、もともとあった課題を浮き彫りにしたというふうに言った方がいいと思いますが、具体的に浮き彫りにされた課題っていうのはどういうところだと思いますか？やっぱり五大国の、戦後五大国の中のですね、中国とはちょっと違ったということなんですよね。まだ現状に満足してないので、ああやって武力行使に出てくることがあるということなんですよ。プーチンがやっちゃったので習近平がやらない保証はないんですよね。あんだけの大国が核を持ってああいう武力行使をすると、やっぱ世界が大騒ぎになるんですよね。で、私たちも台湾問題があるので同じことやらしちゃいけないということですよね。だからちょっと国力を上げてアメリカとも組んで台湾有事を起こさないということが一番大事だと思いますね。具体的にはその日本の能力、今までは専守防衛ということで、はい、どっちかというとその相手の基地を打撃する能力は、あんまり持ってないと、ないわけでありますけれども、これを増やすような中も出てますが、はい、どういうことがその抑止力向上につながるというか。抑止力というのは端的に言うと平和力ではなくて相手を怖がらせるということなので、P5 は水爆いっぱい持ってますから数千万人殺してるので、あれは最大の抑止力なんですよね。私たちはそれは持たないので、アメリカを補完する勢力としても日米でこう中国にやめなさいって言えればいいわけですよ。で、大体でもアメリカの同盟国ってヨーロッパにたくさんあってですね、結構みんな強いですよね。イギリス、フランス、ドイツとかですね。でもうちしかいないので、ちょっとまだ韓国はちょっとまだ頼れないですから、豪州遠いですからね。もうちょっとうち頑張らないと、みんな普通の国の GDP 2% 当たり前ですからね。もうちょっと頑張らないと、あまりに頼りにならないって言われても困るんですよね。専守防衛は80年代とか、日本がやったらでかかった頃には専守防衛とか言ってもよかったんですけど、中国がもううちの3倍の大きさになると、他国に脅威を与えないと言ってもですね、与えてみって言ってるわけ、もうそうなってるわけですよ。やっぱ殴られたら殴り返すとかですね、やっぱ言わないと国民が守れないですからね。そろそろ打撃力もちゃんと持たないといけないと思いますね。ありがとうございます。よろしいでしょうか。浅尾圭一郎と直接お話ししませんか。誰にでも何度でもチャンスのある社会を。詳しくは公式サイトから。